佐賀県鳥栖市に九州で唯一女性の受刑者だけを収容する刑務所があります。受刑者の半数以上が2回以上服役しているというこの刑務所で、罪を繰り返させないための新たな取り組みに密着しました。リス番号ごめん。佐賀県鳥栖市の麓刑務所、九州新幹線の新鳥栖駅から車で5分ほどの場所にあります。現在は20代から80代までおよそ200人の女性受刑者が制服の縫製などの刑務作業に従事しています。受刑者の平均年齢は51歳。万引きなど窃盗の罪を犯した女性が全体の4割を占め、3割以上が覚醒剤に関する罪です。罪名は窃盗です。いわゆるスーパーでの万引きです。70代の受刑者 A さん、60歳を超えて自宅近くのスーパーで万引きを繰り返すようになり、やがて逮捕されました。最初は夫に対するストレスからだったと思います。自分が欲しいものだけはもう絶対買ってこいっていうような感じで言われてたから、その本当は自分でも買いたくないのにと思ったら取ってしまったっていうか。刑務所に入るのはこれが3度目。出所後も万引きがやめられなかったといいます。今度の逮捕された瞬間も、やっぱりここの先生方の顔がバーッと浮かんできて、まあやってしまったって後悔がすごかったです。自分の意志が弱い。本当に悪かったと毎日反省してます。今度出たらもう絶対二度としないという信念は持ってます。 A さんのような受刑者は決して珍しくありません。麓刑務所に収容されている受刑者のうち、実に半分以上が2回以上服役しています。深刻な問題となっている再犯率の高さ。私は練習して、はい、その後手紙を書きました。初代の手紙は、はいはい、ちなみにお返事は来ました？ありがとうございます。これは万引きなど窃盗を繰り返した受刑者向けの講習です。教材は万引き被害が生活や仕事にどれほど影響を与えたのかを被害者が語る DVD です。自らが犯した罪によって被害者がどんなに苦しんだのかを考えてもらう狙いがあります。心が痛いです。はい、本当に申し訳ない、お世話なことをしました、ごめんなさい。こんなに仕事大変なことやったんだなと思って、やっぱり自分自身ももうちょっと考えて行動せなきゃいけないなと思いました。反省の態度を示す受刑者たち、しかし二度と罪は犯さないという気持ちだけで再犯を防ぐのは難しいと言います。自分の弱さですとか意志が弱かったからですとかとは言うんですけれども、ただその犯罪の背景がやっぱりいろんな複雑な事情が絡み合っていると、壁に当たった時にまたそこでどうしようもなくなって犯罪に至ってしまうっていうようなケースもあるんですね。社会に出た時にですね、どういうふうな生活をしていかなければいけないのか、で就労もしなければいけないし、その環境づくりっていうのはすごく大事なんじゃないかなとは思うんですよね。
受刑者が服役中から社会復帰後の環境を少しずつ整えられるように、麓刑務所では新たな取り組みを始めました。その資格があれば体力的に大丈夫でしたら入っていただけるっていうのも、すいません、お元気で、あと社会保険とか、求人票、いやいや、この日行われたのは出所後の就職に向けた企業説明会です。これまでも説明会はありましたが、企業の担当者に待遇面などを確認できる個別のブースが設けられたのはこの日が初めて。面接の意味合いもあり、出所前に仕事が決まる可能性もあるということです。再犯を防ぐための新たな試みは他にも。刑務作業の終わりに受刑者が始めたのはタペストリーと呼ばれる壁掛け作り。段ボールやペットボトルなど廃材を使い、同じ作業場のメンバーと作品を作り上げます。普段は受刑者同士で自由に話すことはほとんどありませんが、タペストリー作りの時は刑務所とは思えないほど賑やかで楽しそうな雰囲気。刑務官に咎められることもありません。みんなで協力して一つの作品を仕上げた経験は、受刑者たちが社会に戻った後もプラスに働く。麓刑務所ではそう考えています。完成したタペストリーは去年の暮れ、鳥栖市役所に飾られました。市民に理解を深めてもらおうと、麓刑務所の提案で始まった市役所での作品展示はこれが2回目です。刑務所の方がね、これ作られた方とはちょっと思えないですね。可愛いね、なんかほっとするような絵で、構成とかね、役立つと非常にいいなと思って。大きな課題となっている再犯の現状に歯止めをかけられるのか。罪を償う場所としてだけではない刑務所の役割が注目されています。